前回のラッシュ、土曜日は全くダメ、しかし日曜日息を吹き返す本命アグリ、そして銅舟。まずはアグリの単勝をしっかり取るが、銅舟がなんと3着に残るも軸がミスってダメ。この先の収支はどうなる？飯にタバコパチンコに競馬、多重債務でも楽しめるチャンネル、ロマン馬券は万馬券、三連単が男のファンレーター。男前な男前だ、どこの誰か知らねえが集まりな、え男前な男前だ、この伝説をここで見届けろ。はい、オイル交換できまして、昨日配信で皆さんに、いやオイルエンジン死んでるだろうと、もうそれやりすぎだろうと、もう復活しないぞその車言われたんですけど、大丈夫だそうです。よかった、俺お前がいなくなっちゃうんじゃねえかなって思って。今週月火水で動画一本上げようっていうことで、僕が考えた馬券の買い方なんですけど、地方競馬 WIN3 ですね。まあ簡単に説明しますと、WIN5 は存在しないし、あのトリプルウマタンしか存在しないんですよ。単勝宣言普通に買って3レース連続で当てたら、もうそれ結構な額になるじゃないですか。それで WIN3 だったら結構取れるなと。で WIN3 をちょっと狙いに行くと。で1000円当たったやつは転がす。そういう感じでやりたいと思います。今週はですね、川崎競馬になります。で、月曜日に関しては、開幕1日目になりますので、まあ、ちょっとまだ傾向がつかめてないというようなところなんですが、前目に5つ上がりも使えないとちょっと厳しいかなというような感じに見えました。で、今回パドック見たところ、まあ、一番人気の矢野騎手の馬、間違いないだろうというところで、まず1勝目狙っていきたいと思います。2レースですけども、人気の矢野騎手、だったりとか他もいたんですが、ここは、パドックよく見えた、今の騎手の馬でいきたいと思います。そのまま転がします。いやー、ちょっとやっぱり単勝の難しさが出ましたね。思ったより前が残っちゃったっていうね。明日はですね、またちょっと変えていきたいなと思います。1頭だけで攻めたんですけど、まあ当たった場合は、まあ2頭までいけるとか、そういう感じにすれば、ウィン3達成できるのかなと思いますんで、ちょっとなんとしてもこの3日間、ウィン3狙っていきたいと思います。もうなんか春が来たなって感じ、あったかいっすね。ここは一番人気の山崎誠二で問題ないかなと、7番でいきたいと思います。いやー、単勝ってやっぱむずいっすね。ちょっと様子見して、もういけそうなやつがあれば、ちょっと見ます。飯食い行きます。
迷いましたが次の川崎8レース行こうと思います。500円で、森騎手と矢野騎手の単勝7倍どっちもつきそうなんで、それでとりあえず1本目いけるかなと思います。逃げるっつってんだから逃げりゃいいのにさ、なんでそれで後ろに競馬するの、ずっと逃げるって書いてある、逃げろ、今までずっと前で競馬してたんだから前行かないと意味ないんだって言って言ってんだ、前行かないと意味ないって言ってんだ。川崎行こうと思います。まず2頭選びまして500円ずつ行きましたんで、できました一勝。ウィン1ですね、これが結構でかく取れたんで次すごい迷ったんですけど、ちょっとわかんないんでここは剣でいきます。いやー今ちょっと緊急で動画回してるんですけど、ちょっと迷った馬ですね、山崎誠二の馬だったんですけどしっかり1着で来てたんで、これちょっとまずいっすね。町田はい、最終、ウィン3目、重賞になります。エンペレスハイということですね、今までは当てたいなと、3レース目まで行きたいなと思ってましたが、ここはもう1頭バチッと決めて、8200円転がしたいと思います。パドック見たところですね、人気の1番2番非常に良かったと思います。非常に良かった、その2頭から行きたいなと思います。それが本当にロマンって言えるか、ちげえよな、ひよってるやついねえよ。この距離だったらやれると思ってる馬が1頭います。サルタリオレイ、もう明け9歳ということで9歳馬になってるんですけども、鞍上も矢野騎手に変わりますしいいかなと思いますんで、はい、ここはもう全部いきます。スタート頼む、よし出た、よし、これが神頼みが効いてる、神頼みが効いてる、もうねサルサディオにはこうするしかないんでね、いや素晴らしい、いいスタート、これで誰か
もう誰も来ないでスローで逃げ切ってほしいんですけど、いいね、テリオスベルも来てないね。テリオスベルが来るかなって感じだったんですけど、大丈夫そうです。いやー勘弁してくれ、テリオスベル来ちゃった6番の。これやられちゃうときついんだよな。もう花譲らないしかないんだもんな。ここでまくってこられちゃったよ。どうすんだよ、それで一着取れないだろお前も。それじゃあ、いやでもサルサデヨネ花譲らず、もう一体一体でやろうって感じですが、1番と2番が上がっていくんだよなこっから。いやー来た、上がってきたけどもうムチ入れてんだよなサルサデヨネ。ここまで花取れたのはお前の功績だ。もうあとはやるしかないよ、いけ。いやーきついか、いやー2番強いか、あー埋もれてる、あーダメだ。くだらねえとつぶやいて冷めた面して歩く、いつの日か輝くだろう溢れる熱い涙、いつまでも続くのか吐き捨てて寝転んだ、俺もまた輝くだろう今宵の月のように。おー余計なことすんなよ、テリオスベルが、エダテルのおっちゃんがまくってきたからさ。いやーまたちょっと日曜日ですね、土日の中央競馬で、まあ、ちょっと取り返さないとまずいんで頑張ります。チャンネル登録よろしく、いつもありがとう。チャンネル登録よろしく、高評価も。チャンネル登録増えて